こんにちは、速稼塾の久保です。前回花龍馬さんがね、 YouTube で顔出しするしないとかいう、そういうような問題を取り上げておりました。まあこれね、よくいただく質問の中でも、まあ、トップ5ぐらいには入ると思うんですけども、 YouTube で顔出しした方がいいんでしょうか、しない方がいいんでしょうか、せずにやれるんでしょうかとかね。私は顔出しができないんで、なんとかやらない方向で YouTube やっていきたいんですけど、まあ様々あると思いますけども、まあ、私はですね、そんな深く考えずにポンとやったんですけどもね。でも後付けするなら、 YouTube をやる人っていうのは、まあ、例えばビジネスをやろうとしてる人の中で YouTube をやる人っていうのは、まあ、限られてくるわけなんですよ。ビジネスをやる人、ビジネスをやってる人の人数が100人だとしたら、 YouTube をやる人は100人ではないんですよね。だから YouTube をやる人の方が先行してる、有利になるわけですよ。で、 YouTube をやってる人の中にも、 YouTube で顔出ししてる人としてない人だと、顔出しをせずにやろうとしている人の方が、まあ、多いんですよね、うん、YouTube をやってる人の中で顔出しをしている人っていうのは、 YouTube をやってる人イコールではないんですよ。だから少し減るんですよね。顔出しをしている人は減ります。ということは、顔出しをした方がライバルがいなくて有利ってことなんですよ、まあ、だからね、顔出しするもしないも OK なんですよ。自由ですよ。ただ顔出しをしないでやるんだったら、すごくね、いい動画が作れないといけないんじゃないかなと思いますね。で、逆の立場だとどうですかね、顔出しをしてる人、自分の本名出ししてる人から物を買いたいか、お金を払いたいのかって考えるのと、どこの誰か分かんない人から物を買ってその人にお金を払いたいのかって考えると、明らかじゃないですかね。私たちはビジネスをしてるわけですから、何をね、販売者の方がこそこそ隠れてやってるんだって話なんですよ。まあ、その辺でもう腰が引けちゃってるわけなんですよね、まあ、だから稼ぐ可能性は限りなく遠くに行くんじゃないかなと思います。顔出しをしてたってね、なかなか稼げないわけですよ、だからそう考えると、まあ素人の分際で、言い方ね、きついですけども、素人の分際で自分の存在を隠しながら商売やろうなんて、どういうね、なんかこう鼻の高さなんだろうなと思っちゃいますよね。これはまあ後付けなんですけどね、まあ、私はそこまで考えずに、 YouTube ってのは顔が出るもんだと思ってましたし、まあ、テレビね、つけてもおそらくですけども、顔を出してないニュースキャスターや芸能人の方っていないと思うんですよ、だから顔出さないのっていうのは、なんか詐欺をやっていた、なんかね、親分が出てきてインタビュー受ける時とかはモザイクかけたりね、声がね、私はね、騙されてる方が悪いと思うんですよみたいなね、こんなね、声になんか効果かけて分かんないようにしてると思うんですけども、これ何が言いたいかっていうと、人の先入観は隠れてる人に警戒して、まあ、堂々と出てる人に対して信頼を抱くっていう、この 大筋のバイアスがあるんじゃないですかね。じゃあビジネスをするものとしてこれを利用しない手はないかなと。わざわざ自分が不利な状況に向かっていくことはないんじゃないかなと思うんですよ、まあ、上級者になってきたらね、やればいいと思うんですよ。例えばアクセスが高まってきて、さすがに自分の身辺を心配しないといけない、例えばヒカキンさんかどうか分かんないですけど、チャンネル登録が数十万とかね、数百万とかいったら、さすがに自宅に来る人もいるだろうから、ちょっと警戒するみたいなね。まあ私のこと言えばね、自宅にどうぞおいでくださいってやってる方ですけども、年間に100人ぐらいしか来てくれませんからね。で、逆にこちらから47都道府県伺いますって言っても、まあなんとか500人ぐらいに会えたぐらいなんですよ。その程度なんですよ。チャンネルが1万人いても、1000人にリアルで会えないんですよね。どれだけ、エネルギーや費用を尽くしても、時間を1年半ぐらい時間かけたんですけどね、それでもね、1割に会えないんですよ。と考えたら、まあ、そんなに警戒しなくてもいいのかなっていうのが私の考えですけども、まあでもね、自意識が高い人っていうのは、それこそ、なんか何か起きたらやばいとか思うんですよね。だからそれは何に恐怖を感じるかはみんな違うんで、まあ、そこまで考えなくていいんじゃないのって私が言うほどではないんです。ただチャンスをつかもうと思えば、無傷では、進めないかなと。成功者ってのはやっぱりね、一本の枝にも触れずに、一つの小石も踏まずにジャングルの奥に行くことはできないんですよ。やっぱり何がしかの傷を負ったりダメージを受けたりしながら、まあいわゆるね、栄光を扱うもんかなと思うんですよね、まあ甲子園で優勝するチームってのもありますけども、10代のね、少年たちでもスライディングの一つもして、捻挫や打撲の一つもして、まあ、そして優勝ってものをつかむんじゃないかなと。無傷ではね、なかなか成功できないと思うんですよね。
だからといって傷つけってわけじゃないんですよ、ダメージがない方がいいんですけども、ノーダメージで巨万の富を得る方法、もしくは自分の生活を変える方法っていうのがなかなか見つかんないんでね、多少は恥ずかしい思いしたり、人に何か言われたりとかね、つまずいたりとかあるんじゃないかな。そのために強くなればいいだけなんじゃないかなと思うんですよ、世の中にね、有名人芸能人なんてそれじゃいなくなっちゃいますからね。だから私たち一般人はどこまで自分の身をさらせるか、言ってみればね、リスクをお金に変えるところってあると思うんですよ、誰もがリスクを負いたくない。だから私たち表現者がリスクを負ってあげるっていうことですかね。で、情報発信すれば中にはね、不完全な情報とか間違いとか、私たちが情報発信した後に変更される情報もあるんですよ。それについてまで責任を追及されたりしますからね。ちなみになんですけども、ちょっとね、テーマ違うんですけどね、私トランザム、ナイトライダー仕様があるんですけども、整備が行き届いてない時に動画撮影したのがあるんですよ。これ1年ほど前ですけども、ファンベルトが緩んでいて、エンジンかけるたんびにね、キルキルキルって音が鳴るんですよ、イオンがね。でこれはもう改善されたんですけども、昨日もコメントついてたんですよ。この車コンディション悪そうですね、すぐ修理した方がいいですよ、書いてあるんですけども、待て、1年以上前のこれ撮影なんだと、その瞬間は悪かったけど今は別にどうでもないんだよっていうふうなね、ことを、まあね、コメント返信していいもんかどうか、要するにこのぐらい情報を受け取った人ってのは自分の前提、自分の解釈でいろいろと物を言ってくるんで、いろんな齟齬が起きるんですよ。発信者としてはそんなもう意味は全くないのに、今では全然違う状況なのにってことを、組んでね、メッセージできる方ってのは少ないんでね、仕方がないんですけど、だから情報発信者ってのは、その YouTube を使ったら特になんですけども、ストック型の情報じゃないですか、コンテンツじゃないですか。1年前のも3年前のも5年前のも残るんですよ。でも見た人からすると5年前の情報だと思っても今見たわけなんですよ。だから今の評価をしてくるんですよね。ですんで、あれ5年前の動画にこんな評価来たよっていうのが起きて、そこでちょっとね、齟齬が起きるのも仕方がないのかなと。それもダメージの一部じゃないかなと思うんですよね。はい、ということでいろいろと申し上げましたけども、 YouTube で顔出しをするしないについて今日はお話ししてみました。花嶺さんにはね、花嶺さんのお考えがあると思いますけども、なんて言いますかね、少なくとも自分の求めているゴールにいち早くたどり着きたいんだったら、そのゴールにもう行き続いてる人の真似をするのが一番いいと思います。で、今日のまとめになりますけども、顔出しをしてる私にですね、顔出しをしなくちゃ稼げませんかっていうふうに聞くのも、なんかすごくユニークな質問だと思いますし、顔出しをせずに稼ぐ方法はないんですかっていうと、ありますけどね。で、それは顔出しをしてない人にメッセージした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。私は選択の結果、顔出しをすることが有利だと思って、それで今の隠居暮らしを手に入れてます。お金に関しては顔出しをして私は解決したと思ってるんですよ。ですので顔出しをせずに解決したことは私はありません。だから顔出しをせずに成功している人に聞くっていうのも一つの手だと思うんで、質問を投げかける相手っていうのがもうこの時点でちょっと間違っちゃってるかもしれないですね。もちろん私も答えられないことはないんですけども、顔出しをした私と顔出しをしてない私、圧倒的に強いのは顔出しをした私なんですよ。ですので回答としては、いや、それ躊躇してるんだったらビジネスやめたらってことになるかもしれないですね。突き放すつもりはないんですけども、本当にそのぐらい天と地の差があると思います。それが私の評価です。はい、ということで本日は以上にしておきましょうかね。特に課題の投げかけもなしで、じゃあ花嶺さん、次よろしくお願いします。